結構うちらはさ一番末っ子と年上っていうやつで結構取り上げられるくない、うん、何でもなんか分かる意外と、うん、あの日常会話しかしてないから今日もどういう話するのか全然想像すごいなんかめっちゃもう本当日常の別になんかその大したこともない話を盛り上がってボンボンボンするから、うん、このさこの目の位置でさ、うん、この目の位置も不自然なのいつも赤ちゃん床でなんかしててそうこニナはソファーで座ってるからなんか書きながらうん、そうねうんみたいな感じだもんねいつもニジプロの時から、うん、時に一番最初のルームメイトがまこちゃんだったから、うん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 自然にその生活リズムに慣れたっていうか、うん、あった、うん、なんか一番最初のうちを知ってるのも多分ニナやしね、うん、なんかまあニナも結構なんか計画とか個人的に立てるじゃん、うん、立てるうちも結構計画立てるタイプやしなんかそういうのは性格似とるかも、うん、似とると思うお姉ちゃんたちの話とかもする時も似てるくないそうなんよそうなんよ多分なんかそういう感じかだから末っ子やしうちも末っ子やだけなんかわかんねんそのそうなのなんか二重の中では一番上やけど言ったらニナの気持ちも、うん、そう、うん、けんなんかニナをどうやあんまなんかその可愛がってあげたらいいかがそう想像ちょっと生活してるって感じやね、うんうん、じゃ私の癖とか、うん、まあその、うん、住んでる中の習慣とかなんかあるその今リマとニナ一緒の部屋使ってるやん、うん、でなんか普通にうちがトイレ使おうと思ってドア開けるじゃん、うんでももう電気真っ暗な時にドア開けるとパッて起き上がる、うん、だからもう本当に少しの物音でも確かに体が90度には起き上がってくるね本当に怖いびっくりするもんうちもそれそうあ気にしないでって言ってたから大丈夫寝てて大丈夫って大丈夫って言いながらあ、うん、瞬発力がすごいもうちょこっとの音で起きたりとかいいなって言ったらパッて起きるとかでもリマにも言われたことあるなんか無意識でやってる気がするだって寝てる時もリマが少しでも音立てたらもうバッてこっち側に、うん、いつもこっち側にいたら寝てるんだけど、うん、すんごい反射神経がいいよ割にはまこちゃんが遅いまこちゃんさ、うん、名前言ってもいや違ううちに言われてるとか分からんのよそうそうそうあのまこちゃんに言ってない時にはまこちゃん反応してまこちゃん言われてる時は反応しない、うん、うち今日もさ朝さ、うん、昨日やったかななんか、うん、うちドライヤーかけようってさ何も聞こえんやったんよまこちゃんそう何も聞こえんくって4回呼んだ今日の朝それで手触られてはぁってなった時にあ、ニナが呼んでたんかってそこで気づくぐらいなんかもう本当に集中するとうちもねこうもうそこに入っちゃうからさ聞こえんのよそう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 まこちゃん会話しながらワゴンに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 あとは冷蔵庫行き来してるイメージあるわかるなんかペゴッパンみたいなのとってなんか30分後ペゴッパンみたいななんか取るなんか何か欲しいんだけど、うん、開けても別に大したものはないの、うん、ないの開けてみて、うん、ないって分かってるのに、うん、また開けてみてそうなんかその開けてみてみたいなその子の歩くその道、うん、もうなんかもうずっとニナがもう行ったり来たりしてる感じ頼んでも食べ物頼んでも、うん、なんか冷蔵庫見てるみたいな、うん、しかも水もさ一回取ったらさ、うん、もうそのまま持ってけばいいじゃん、うん、でも一口飲んで戻して、うん、もう30分後もう一口飲んで戻して、うん、もう30分そうやそうやそうやそれや、うん、うちはうちえでもなんか全部言われてる気がするでも結構もう言われてるね、うん、ストレッチ日記やろまこちゃんは、うん、今みんな知ってると思うけど、うん、本当に寝るまでの準備時間が長い長いガチで長い、もうあれはびっくりした長い何をしてそんな絶対部屋にいかもんね、うん、自分の部屋絶対いかもん本当に何だろうな起床するっていうぐらいまでに待って、うん、最後ベッド入って、うん、そうそうそうもう部屋に行ったら負けってなんか思ったのか分からんけどなんかすごいねなんか本当に部屋は寝るだけのために行く部屋って感じうんもうそれ以外はずっとリビングにおるみんなベッドの中で過ごす時間がそれはまこちゃんはリビングで過ごすでなんかみんなが寝てあちゃんと寝たねってなんか静まった感じで確認した時に一人で電気消して戻るのが多分なんか、ね、もう安心するんやと思う多分そうお母さんの言葉さっきから聞いたんだけど、うん、何これなんでメガホンがあんのなんでなんで何のこれで歌いなさいじゃないいやいやいやもう十分声でかいわこれを使って何かを伝えるってわけじゃんうん まこちゃんがなんか
言いたかったことあったりとかしたら、なんかすごいね、わかる、なんかね、めっちゃ可愛がってあげたいんやけど、こうやってクシャクシャってしたいんやけど、すごいみんながしっかりしてるから、なんかどうしたらいいかがちょっとわからんのです。これがちょっと気になって、なんかわかる？やけん、もっとね、なんかうわーってしてあげたいんやね、心の中はね。やけど本当にみんながもうしっかりちゃんと自分のちゃんとルーティンとかもあって、なんかすごいしっかりしてるから、ちょっともうちょっと、もうちょっとなんか甘えてほしいなと思った。なんかすごい、なんかさ、一回さ、うん、あのみながさ、一回なんか一回うちが抱きしめた時あったやん。 あったね、ちっちゃな部屋で。あの時に、あ、やっぱニナってやっぱ成功なんやなって、あの時ちょっと感じたんよ。ほんま？なんかすごいめっちゃしっかりしとるけん、たまに忘れるんよ。あ、うん、なんか普通に対等な位置におる感じがするんやけど、なんかその時に、あ、やっぱニナってまだ、あ、やっぱまだちっちゃいなって、幼いなってその時に感じて、なんかもうちょっともあってもいいかなって思ってる。あ、グッ、うん、思ってる。そう、ちょっと笑い方オンニエどうぞ。なんか伝えたいことが多いからさ、うん、一旦、うん、ニナもありがとうって伝えたい、うん、勝手に練習生の時に一番練習生歴が長かったし、うん、すごくなんだろう、しっかりしてたから、うん、リーダーってもうみんなになんか決めつけられてたと思うけど、うん、その最初の時に、うん、デビューとかの時に、うん、みんながしっかりできなかった時とかも、うん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 、結構本当にみんな多分できなかったんだよ、多分みんな初めてだったから、うん、その中でまこちゃんも初めてなのに、うん、まこちゃんがなんだろう、うん、一人で強がってなんだろう、全部やってくれて考えてくれたところにすごくずっとありがとうって言いたかったなと思って、うん、だって多分今みんなこうやって見えてるからこうしようとか、うん、グループのことを考えてたのがすごいと思うし、うん、そうやって、うん、あのメッセージとか送ってくれてたじゃん、ちゃんと今日はこうだと思うからこうしようとか、うん、今日すごくみんなお疲れ様、うん、で これからこうしようと思うよ、みんなしんどいと思うけど頑張ろうみたいな、うんうん、そういうメッセージを、うん、しかもグループチャットとかじゃなくて一人一人の個人チャットで送、うん、もう本当に結構な長文を 送られてきた時にすごく、うんうんうん、もうよくそれを見て泣いて、うん、あー、まこちゃんってすごいなと思ったのが覚えてる。めっちゃだから、うんうんうん、でも多分誰も伝えてなかった気がするんだよ、まこちゃんに、うん、本当にどれだけそれがうちらに必要だったのかって。だからもう本当にその時まこちゃんが、今もそうだけど、でも本当にその時にうちらに気づき、うろ、なんか返信もみんな、うん、あ、ごめんね、分かった、ありがとうしか言えてなかったと思うけど、うん、みんな結構宿舎の中で一人一人個人の時にそれを見て泣いて、あ、どれだけうちらがまだなんだろう、足りてなかったり、私たちがしんどいところ、あの鬼が分かってくれてたりとかするのも全部その一つの文章で感じれたから、うん、なんかすごくありがたかった、ずっと。でそれをなんか、うん、それがなかったには多分やっていけてなかったと思う。うっそ、うん、結構そんなにみんな本当に初めてだったから、全部がすごく新鮮で、もうまだあの時なんて15歳とかだったからさ、うん、そうね、まだあれなわけじゃん、中学生やろ、中学生やろ、そう、子供なマインドのニーナには必要だった。だからそれがあって本当に助かったから、うん、いや、ありがとう。いや、まさか、いや、まさかここで泣くとは思えやった、本当にみんなもこれ、いや、本当にびっくりした、もう、うん、リクと、うん、まゆかと、うん、その時ヨホトもルームメイトだったんだけど、うんうんうん、その時に下にいて、うん、その時にリコーニーに電話したのよ、うん、その時は、うん、で、2人で話してそのことを、うん、なんか、あ、本当に申し訳ないみたいな感じに気持ちになっちゃったのよ、勝手に自分に、うんうん、まゆかにも、まゆかと一緒に、まゆか今泣いてるって言ったら、うん、私も泣いてるそうやったん？みんなにすっごく、すっごく大きいって、なんかトーン、うん、よっともらって。いやちっちゃ。いや、あの時はね、もうとにかく、ここでうちが折れたら多分もうダメだと思ったけん、もうとにかくうちだけでも、まずはちゃばっとかんといかんなと思って。だけど、でもあの時はね、本当に、
もう全然それが苦とかでもなかったけん、もうでメッセージ書くとかも日頃日記書くけんさ、文章書くのは好きやったけん、もう本当にそれはそれで全然、うん、楽しかった。5分以内で全員半分食いしいや5分茶へ半分しいや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 、そんなニナの心に響いてたんか、そっかそっか、いやよかったよ、それはよかったよ、うん、いやうわいやびっくりした、ちょっと本当に、いやここでさ、どうにかどうにかこらえようとこらえようと思ったけどさ、あもう無理だ無理だ無理だ、結構こらえたから、あまこちゃん大丈夫だな、いけるじゃんと思ったんだから、そういう話をうちの前でしたらもう無理だ無理だやってば、もう本当にでもこれが多分なんか昔だったら二次プロジェクトの最初の頃とかだったら泣いてなかったわ、多分そうだったと思う、だから本当によかった、うん、多分21涙もろいって言えるぐらい多分やばいと思う、もうニナもニナでさ、もう泣いてもいいよ本当に、もう本当に心の中で号泣してるね、うん、そうね、なんかニナがお姉ちゃんに見えた瞬間がちょっとあるよね、なんかすごい休みの日にさ、うん、みんなでさこうなんか鍋パーティーしようとかなんかなんとかパーティーしようとか言うじゃん、うん、それでそしたらニナがじゃあバナナケーキニナ作ってあげようか、じゃあ使ってみたいな感じでみんなで言うやん、うん、ニナ以外のメンバーであこれも食べたいマドレーヌ食べたいとかで言ったら、うん、分かった分かった、じゃあニナが作ってあげるっていう、そのセリフ一つがこのセットがあすごいニナがお母さんしてるって思う、たまにめっちゃそれは思う、えでもニナそのセリフ好きよだからあっちまいそうだからキッチンに立ってるニナ見たらめっちゃなんかお母さんやなお姉ちゃんやなみたいな感じで感じる、めっちゃでそのみんながわちゃわちゃ、うん、テレビ見ながらわちゃわちゃ鍋パーティーしながら私はキッチンでなんかリザート作ってるのをしてる、めっちゃ好き、うん、めっちゃなんかいいなって思う、なんかすごいその時に二重が家族に見える、あ、うん、めっちゃなんか家族に見える、その時が本当に私たちがそういうご飯パーティーする時に、うん、特に、うん、各自出かけてから帰ってきてからパーティーする時とかあるやん、うん、みんなバラバラ入ってくるけんがさ、おかえりっておかえりおかえりみたいな、なんかその交わってる感じがめっちゃ好き、うん、あとあまだあるまたあなんか撮影の時とかになんか少しちょっとあうまくいかないな、ちょっと不安になってるなって自分が感じた時にすぐなんかニナがちょっと寄ってきて本人大丈夫みたいな感じで来る時に ありがとうって思う、めっちゃこうちょっと安心するっていう時がなんかすごいあお姉ちゃんっぽいなっていうのは感じる、よかった、うんうん、すごいなんかなんやろ身長もあるけんがさすごいなん寄りかかりやすいって言ったらなんやけどなんかすごいなんか自分がめっちゃなんか妹に感じちゃう、うちがそういうと、うん、ニナがまこちゃんがなんかちょっと、うん、なんだろう末っ子みたいななんかちょっとなんか、うん、そういう感じに見える時が、うん撮影してる時の休み時間とかあるじゃん、うん、その時に、うん、なんかまこちゃんが寄りかかってきたりとか、うん、そのみんなで集まった時に、うん、まこちゃんこうやってそみんなに寄りかかって上とかに座ってくる時にめっちゃ可愛いなってやっぱりなんかそういう気質なんだろうなっていうのがすごく伝わる、ね、めっちゃその時に、うん、まこちゃんもやっぱり甘えるのも必要じゃん、だから、うんうんうん、そういう時にもう自分甘やかしてあげようか、 その時はすごい安心感を感じる、めっちゃうん、でもニナも勝手に安心感感じてるどっちもなんか感じてるマジで、そうね、いや、うん、いやでもやっぱりね怖かったよ、うちもだって、ね、だってずっとさ、うん、もうあま、あの全部してもらってきてたからもうこれしたいって言ったらいいよみたいな感じだったけん、もうその上の立場の方がいない、私が自分ってなった時になんかもう本当に何をしたらいいか分からんたし、逆にその甘やかす仕方も分からんし、最初はもう人の相談聞くのも本当に難しかったよね、だけんそういうのもあったけど、でもなんかその接し方とかも学んだし、で自分もなんかすごいお姉ちゃんでいなきゃいけないっていうその概念もちょっとなくなってきたし、うんうん、でも本当にすごいと思う、だってみんなも今からじゃあ自分よりなんか、うん2、3歳、5歳、5歳ぐらいの下の子たちをリードしてって言われても、うん、いやいや無理ですと思うけど、うん、でもまこちゃんがそれが全然そのなんか不安さとかも見えなかったから、でもまこちゃん多分練習生の頃とか一番下だったでしょ、最初は、ね、みんな
お兄ちゃん、うんうん、お姉ちゃんたちだったと思うから、だから、うん、チャラボイね、ありがとう、ありがとう、天気本当に、私、あの一番、うん、まあ他のグループはどう思うか言うか分かんないけど、うん、ニナ的にはまこちゃんが一番いいリーダーだと思う、うん、ありがとう、いやありがとうね、そうね、結構話したね、うん、ニナが泣かせたよ、私を、すいません、なんかめっちゃ泣かせたみたいないや本当に、なんかニナがそう思ってたんか、まこちゃんもそう思ってたんかいやじゃちょっと最後に、最後にハグを、おいで、いいよ、おいで、おいで、おお、ちょっと今日家帰って頭くしゃくしゃするわよろしくお願いしますで気をつけてね、もうセット壊していくんか、すいません、本当にすいません、気をつけてね